前回ね、新車の外見をね、変更点というかね、紹介してきたんだけども、今回はね、その内装編ということでね、続編になるんですけど、今回はじゃあ、はい、気になる新車の内装で、なんかあの、ついてる装備品がちょっとバージョンアップしたって聞いてます。バージョンアップしましたね。あんな装置やこんな装置、あ、マッサージ機能とか。マッサージですよ。いや、マッサしかかかってないですということでね、内装編をキャビンの方はね、紹介すると、まあ、寝台付いてますので ね遠出した時は中で休めると。先輩身長おいくつですかね。身長はね、178、177センチ、約80センチぐらいの方が遠出で電って結構寝れるもんですか。あ、縦はね、特に問題ない、うん、縦は結構あるんですね。縦は大丈夫。へえ、じゃあちょっとその寝台含めて見せてください。はいはいはい、じゃじゃんと、じゃじゃーん、 はい、なんかいろんなものが置いてありますよ。まあいろんなね、マニュアルとかね、装備品とかね、お酒とかね。お酒清めるのを、ね、お酒とかね。そうなんですか、はい、端っこまで、はい、うわー、そうです。シートもまだビニールがかかってますね。かかってますね。匂いもね、新車の匂い、はい、匂いますか、新車の匂いが。いや、その視聴者さんには分からない。新車独特の匂いがするという感じですかね、うん、やっぱシート、先輩と一緒でいいですね、このデザイン。そうですね、この硬さもね、ちょうどいいんですよね、これね。へえ、座った感じのね、適度にちょっと硬めのね、はいはい、感じがいいかなと思います。はい、あれですか、これは後ろを閉めるカーテンですか。これはそうです ね後ろでお休みになるときにここをね、閉めて、はあはあ、夜に寝るとは限らないんで、中寝ることもあるかもしれないんで、はい、これは前までね、はい、これ来るやつですね。あ、こんなに暗くなるんだ。まあ多分この光を通さないんだから、遮光カーテンというかね、こうやってね、左右あるんでね、はいはい、しっかりここで止めることができます。前回の動画でリアにね、なんかあの4つぐらいなんか黒いのがついてたじゃん。今回ね、あと新たに装着したね、装備の一つなんだけども、それをね、ちょっとね、神の声に聞いてみようと思います。あれはバックソナーっていうもので、ヒーローの障害物とかを検知して室内で散らしてくれるっていうものです、はい、センサーです。センサーですか、はい、例えば後ろにお子さんが遊んでたりとかっていう時も、うん、バックカメラがついてるんで分かるんですけど、はい、見忘れちゃった時に分かると。 はい、それではね、今からね、ちょっと実験してみたいと思います。今ね、後ろに人がいますね。後ろにね、人を行ってもらったんですよ。なんか人がずっと映ってますね。神の声じゃないですか、あの人は。はい、いましたよ。あれ、あ、なんかいましたよ。なんか今変わりましたね。はいはいはい。おお。バックカメラも。ついているのにプラスバックソナーまでつけたんで、はい、たまにね、はい、バックカメラで水滴がついてたりね、光の加減で全く見えない時もあるんです。雨の時ちょっと見づらいですね。そうそう、音でね、知らせてくれるんで。ドライブレコーダーは、まあ、もちろんついてる。今回ね、AI ドラレコというね。ああ、これですか。こちらが運転席側を。あ、なるほど、 AI ドラレコ、なんか賢そうな感じがしますけどね。カメラが前方と室内用のカメラで、はい、ドライバーさんの顔を映して、はい、認識させて、目を閉じてたら眠りしてるんじゃないかとか、体勢がちょっと傾いてたら寝姿勢が悪いんじゃないかとか、そういったところの安全面の確認のために長カメラもつけさせてもらってます、はいはい、例えば、可愛い女子高生が歩いてたと、はいはい、先輩がそそみしちゃってると、はい、行った場合は通知が行く、はい、で何をしてたんだと会社にその録画が行くとっていう、はい、そうですね。ああ、それはいいですね。常に運転に集中できるわけですね。そういう見られてる意識があればやっぱ違いますね。確かにね、俺の車にも今日はなんか後付けでつけてもらったんですよ。その、まあ、試運転というかね、試しでやった時に、はいはいはい、おにぎりのこの包装をね、はいはいはい、もじゃしてる、この間もよそ脇見運転ってことで、はあはあ、おにぎり、いや、うんこが詰まってるんで、仕方なく車内でおにぎりを食べてたら、そ
の瞬間に脇見運転だで送られるとそのおにぎり食べてる姿が、それについて反省しなさいあ、でも止まってる時にも食べないといけない、まあ、そうですね、止まってる時はいいみたいですね。大体何秒ぐらいでアウトとかあるんですか、コンマ何秒とか。多分、はい、予想はでも5秒ぐらいこう前から目線をそらえて、あ、それはいきますよ。5秒は危ない危ない。3秒から5秒じゃないかな、それはだって危ない。3秒あったら結構進みますから、それはおにぎりにガンにしすぎですよちょっと今までのその、はい、まあ、過去開発してきたもののデータとかも集めて、こういう店の時はあの目をそらしてるとか、まあ、そういうデータが集まってるんだと思います。なるほどですね、はい、はあ、すごいですね、はい、エダーやらサバーやらね。もう一つありまして、はいはい、PCS っていう衝突被害の軽減ブレーキ装置、この辺も標準でついております。今回は実はあの7トン車クラスは衝突を回避できるほどの能力実はなかったんですけど、はは、実は次のも出るからその辺が強化されまして、衝突を回避できるまでの性能アップしていきます。その色実はまだ他にもいろんな安全装備またついてきますので、はいはいはい、楽しみということで。なるほどです、はい、どんどん進化してるんですね。ありがとうございます。ということでいかがだったでしょうか。新型のね、はい、今回機能レンジャー、紹介してきましたけど、もともとすごかったのが、はい、ちょっとグレードアップソナーがついたりだとか、はいはいはい、AI がついたりとか、はいはいはい、で、あの車と会話ができるじゃないですか今日の調子はどうだい、何を言ってるんだ、はい、マイケル、はい、ナイトライダーじゃないですか、それ。なりそうな気もするんですけど、勝手に止まってくれるようになるっていうね話も出たんで、ちょっと次回楽しみですね、次回の納車が。そうですね、ということでね、今回ね内装編ということでやってきました、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、はい、それでは皆さんご安全に、さよなら。本日もご視聴ありがとうございました。新興産業では今後も研修動画や最新トラックをご紹介していきます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。